なんかこれ物理のゲームみたいだね。あー、なるほどね。どっちがやられるか。これ、鉄砲のスピードってガチで速いんですよ。ってことは、左の人が最初にやられます。さすが私。はい、はい、はい、はい。そうです。彼は最初にやられました。なるほどね。画面に開始が表示されるのを待つ最初に死亡する人を一人選択します。オッケー。面白いじゃん。ちょっと物理だよね。これみんな、鉄砲って、速いんですよ、速度が。つまり最初にやられるのは、左の人ですね。わかります、私には。これ全部あれなんじゃない？喜び方。あいつ癖強いな。これ簡単な。いや、これどっちもやられないんじゃない？これ逆にどうやったらどっちかがやられるの？わかった。これ銃で跳ね返ってきてやれるか、左、じゃあ右がやられるわ。これ銃が跳ね返ってくんだ。いや、お前かっこいいな。お、うわー、何これ、お金か愛かみたいな。どうしよう。最初に死ぬのは、やっぱお金を追ってった人がやられちゃうんじゃない？どうなんだろう。っていうかこれどっちもやられない？どうなるんだろう。なんでお金の人あんな冷静なの？なにこれ。女の子がたくましいんだよな、いちいち。これどっちがやられるかって？情報量多すぎる。いや、エイムと、お前重力どうなってんだよ。あ、なんか来たし。で、この人がいけるのか？あ、なんか来たぞ。なんか来たぞ。怪獣みたくなってるぞ、怪獣の釣り場所。もう趣旨が変わってるもん。誰が最初にやられるかなのに。こいつ、家建て。普通にこの左の人が落ちちゃうんじゃないの？ねえ。おい、私はお金があります。あ、釣られちゃうんだ、女の子が。お金に。うわ、何これ。この岩が、この人が岩をしたら誰が最初に死ぬ？一番右の人は多分生きるから。わかんない。これ？この人かな？わかんない、全然。全然わかんない、これ。はぁ？なんだよ、それ。いろいろ考えたわ。お、女の人がいるね。うわぁ、謎に、両手放しでカッコつけてんだもんな。ん、ありきとうご。あ、いや、でもここでお金持ちが来た。でもこれはわかるわ。橋に落ちて右の人が落ちるみたいな、そういう展開だと思う。これはわかりやすいね。これは右の人がやられるんじゃない？普通に橋から落ちて。なんかお金持ちはそういう。ダメ、助かって助かって。意味がわかんねえわ。あいつらはなんで帰ってきたの？あれ、橋あったらあの子たちやられてるからね。ガチで意味わからん。なんだこれ。うわ、でももう、やっぱり銃は速いんだよね。なんで、左の人がやられんじゃない？銃の速さで。身軽。うわ、でけえな、サッカーボールが。やばい！ああ、すげえ。まあ、ここはまだあれじゃないんだ。なるほどね。これ今、潜在知識でボールが強いっていう我々プレイヤーに。なるほどね。ナイフは切るんだ。今んとこナイフが、でも銃は強いなって思っちゃうな。いや、これ左がやられるでしょ、どう考えても。だって銃だよ。早く撃てって。なんで投げるんだ、撃てや。お、映画館来たね。
わ、カップルが来て、なんでこの中で誰かがやられないと、お前、ちけえな。左行けよ。ほんと、空いてる方行けよ。え、なんでこの中で誰かがやられないといけないの？みんな幸せでいいんじゃないの？お！いや、いいよ。別にその知り合った人と一緒になんなくていいよ、私。まあそうだよね。そこ座る。あ、意気投合。うわぁ、やばい。一人余っちまったな。じゃあ君、体育の先生と組んで。邪魔だな。ええー。なんでこんで右がやられる世界線があるの？ええー、普通にこれじゃないの？こっち。うわ。意味がわかんない。意味でしかもノリノリだし。お。いいじゃん。デートみたいな感じ？あ、でもやばいよ。惹かれちゃうよ、これ。この世界線は避けるって世界線はないのかな？うお、え、女の子行っちゃった。でもそんなついてくような人には、お！お、やっぱ女の子がどんどん移り変わりしてっちゃう。これ次車来るんじゃない？高級車みたいな。あ、ベンツ来た。で、ベンツ乗ってって、ベンツの次なんだろう？もうないんじゃない？これ以上。ないよね。ああ。あ、でも女の子は、あ、助けて、だって。どうする？え、どうすんだろう、この、振られた我々3人。I love you って言ってる。大好きだって。でもこれこの左の3人がやられちゃうのは意味わかんなくない？正直。なんで左の3人がやられるの？え、苦しい。え？残酷。あなたがそれを愛してるならこのゲームを評価してください。ありがとう。ノン。お。うわ、これさっきのあれじゃん。私、同じミスは繰り返さないで有名だからね。で、銃もこの子たち投げる傾向にある。これ確か左の剣が勝つんだよね。左の剣が勝って、いいぞ。で、これで次銃持ってくる。ここまでは完全。わかりましたよ。これ右投げられないんでしょ、重くて。ガチで意味わからん。重そうに持つなや。そんな余裕なら持てや、普通に。あ、俺は普通に左の子がやられちゃうんじゃない？ねえ、これは小細工なしですよ、ね。たまにこういう普通の問題もあるね。お、レディーがいるね。あ、私はレディーに恋をしたと。あ、でもなんか登れそうなとこあるね。おー、いい。あー、やられちゃうんだ。それ、脆いな。いけ、うーわ。レディーへの道のりが長すぎる。うわ、それでもやられちゃうんだ。結構あれだね、かよ。届くんじゃない？それ。うわ、結構みんなかよ。なんだ、それは。お前、それ、岩持ってこようとしてるよね。わかるよ、私には。でもこれ、報われてほしいな、この人。それ死ぬんじゃね？いや、ですよね。もう、頭使えるってお前ら。頭悪いな。ガチで東大来た。ガチ頭脳明晰来て。でもこれ誰かやられちゃうってこと？なんで？そんな結末やだよ。まだ選ばせてくれないのね。やべ、ナチュラル足玉が出ちゃった。選ばしてくれないのね。でもこの人やられてほしいな。この人が悪いもん。